コンビニ社労士安さやかのウィークリーコンビニラジオ。皆さんこんばんは。ウィークリーコンビニラジオがスタートいたしました。パーソナリティは私、コンビニ社労士の安さやかです。さて、今回57回目の放送となります。本日も1時間どうぞお付き合いください。さて、台風9号が非常に勢力が大きかったということで、被害に遭われた皆様ですとか、停電など様々な状況に遭遇してしまった方ですね、本当に大変だったと思います。今回私が住んでいる関東圏ではゲリラ豪雨ということで、一時期ものすごい雨が降ったということはあったんですが、この台風の被害というのは大きくはありませんでした。ただまたこの後週末に来るであろうと言われている台風10号の進路によっては、日本全体近く、東日本の本当に関東圏ぐらいまでが大きな被害を受ける可能性があるというふうに言われています。気象庁も4日前のこの木曜日にですね、異例の会見を開きまして、今後の進路によっては大きな被害が予想されるということで、警戒をしてくださいというお話をされていました。で、やっぱりね、台風の場合だと、地震などと違ってある程度予測ができるということもあり、備えを今からしておくっていうこともやりやすいかなと思うんですが、そうは言ってもですね、ついつい今が晴れていたり天気が良かったり、荒れてなかったりすると、どうしてもね、なんか後回しになってしまいがちな部分でもあるので、特に台風慣れしていない県にお住まいの方はですね、しっかりと対策を取っていただきたいと思います。コンビニなどでもゴミ箱が強風にあおられて、それがあちこち移動してしまって、ただ移動するだけだったらまだ後で回収しに行けばいいんですが、例えばゴミ箱が大破してしまうということもありますし、当然それが人に当たってしまうということもあります。また近所の家にぶつかってしまって、損壊してしまうなんていうこともあったりしますので、本当に物に関しては動くものはしっかりと、屋内に入れるか、もしくは屋外の場合はしっかりとその土台にくくりつけておくなどの対策が必要になってきますので、そちらも合わせてご準備をいただきたいと思います。さて、この番組はウィークリーコンビニラジオというタイトルですので、コンビニ業界に関わる情報やコンビニに関わる方、もしくはコンビニが大好きな方が、あ、なるほど、聞いて勉強になったなという情報をお届けする1時間の番組になっています。皆様からのご意見ご感想ご要望もお待ちしております。 FM ギノワンのメールアドレスは 797@fmギノワン.com、 もしくは私コンビニ社労士安さやかのツイッターをフォローしていただき、そちらに書き込んでいただきますか、もしくは匿名の質問箱をご用意しておりますので、そちらにお問い合わせをいただけますと嬉しく思います。双方向のコミュニケーションが取れる番組ということで、引き続き今日もよろしくお願いいたします。この番組は三方よしの未来で見える未来、店舗支援システム絆アルファでおなじみ株式会社 CVS コンシェルの提供でお送りいたします。コンビニ社労士安さやかのウィークリーコンビニラジオ。あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。あなたの広告、街中で大きく宣伝してみませんか？伊佐交差点近くの大型ビジョンデジタルサイネージなら、交通量の多い国道58号線沿いで PR に最適です。毎月1万円から掲載可能、広告内容も幅広く対応しています。お問い合わせは 934-1111 クレド株式会社まで。
宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が。ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット。新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り。天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。あなたの大切な方のお見送りを一緒にお手伝いさせていただけませんか。大切な人の最後だからしっかりやりたい、そんな願いを叶えます。電話番号は 892-8688。 安心事前のご相談は葬儀社進化へ。沖縄引っ越しセンター 0120-49-7755 ムービング沖縄で検索。君の心に溶けて手作りのお味噌をシフォンケーキで優しく包む菊味噌加工を醤油めこぼを味噌屋が作る味噌シフォンケーキ八重瀬の夢こぼを。コンビニ社労士安さやかのウィークリーコンビニラジオ。ではここからは高橋秀樹さんにご登場いただきます。秀樹さん、こんばんは。はい、こんばんは。経営コンサルタントの高橋秀樹です。よろしくお願いします。はい、お願いします。台風がね、結構心配で、はい、もう連日東京でもニュースが見てると、沖縄が相当でかい台風でね、大変みたいですけども。はい、かなりやっぱ強い風だったっていう風に聞いていて、うん、ちょうど先週生放送で新里さんもご協力いただいたんですけど、なんか新里さんとやり取りしてたらですね、もう本当にすごい停電もしてたっていう話を聞きました。でまた新たな、ね、大きな台風が向かってるという情報もありますから、はい、ご注意いただきたいなと思いますけど。10号ですね。はいはい、週末から週明けにかけてが結構大きな被害が出るかもしれないということで、気象庁が異例の4日前の会見をしているということで、今朝ニュースになってましたね。あれ、台風ができる前に台風ができてルートがこうなるっていうことがなんか予測できるんですね、今ね。みたいですね。あの仕組みすごいなと。太平洋のこの、小笠原の南あたりがすごく海水温が上がってきてるから、そこで台風が発生して、うん、しかもルートはですね、沖縄の方をこうぐわっと行って、はい、そこから台湾の方に行かずに曲がって九州の方に行って朝鮮半島に抜けていくみたいな、そんなルートが予測されると。そうですね、うん、だからあらかじめもう分かってるっていうことであれば、もう対策は取りやすいっちゃ取りやすいですよね。そうなんですよね。地震とかと違って事前にそういうルートの可能性が分かるので、うん、まあ、それで対策取って結局何も起こらなかったらそれはそれでいいわけですからね。うん、うん、去年ですね、一度9月でしたっけ、はい、行った時に、まあ、台風に、大きな台風にぶち当たりまして、我々が、はいはい、パーソナリティ、ラジオパーソナリティの、イベントがですね、沖縄で、沖縄市であったんですけど、その時にお邪魔したんですが、まあ、なかなか本当にいい当日やるのかなと思いきや、台風の中ですね、大勢のパーソナリティの方が、はい、沖縄の方はね、もちろん集まっておられて、で鹿児島からの方はお一人しか、ね、飛行機の都合で来れなかったんですけど、飛行機飛ばないということで来れなかったんですけど、 そうですね、すごい台風でしたね、はい、あれも。いやー、すごかった。目の前でね、私たちのが目の前で人が倒れましたしね。まあ、倒れたというか飛ばされていったというかのが正しいですね。そう、いや、びっくりしました。でもああいう時でもやっぱ沖縄の皆さん、そのままイベントを開催できるっていう、そのなんか気持ちがすごいなと。多分ですね、あれ、私が住んでる地域で あの規模が来てたらですね、とんでもないことになってですね、うん、もう町中の、まあ、あんまりです、私今横浜に住んでるんですけど、横浜はですね、まあ、横浜っていっても住宅街の方の横浜なんですけど、結構普通の瓦屋根の、お家があったりとかですね、いろいろなんて言いますかね、マンションとかも多い地区なんですけど、お店とかも看板を、はい、こうなんていうの、対策せずに出したりするわけですね。
あ、そのまんまね、置いてる。そのままてる。コンビニなんかもそうなんですけど、あのいわゆるあの置き看板みたいなのがあったりとか、はい、あんなのは買ってきたらもうひとたまりもないなという感じですね。で、コンビニとかもそうなんですけど、あのもちろん24時間やってますから、あのシャッターがない店が多いんです最近ね。はい、昔でシャッター付きで作ってたりとかしたんですけど、あの何かあったらそうなんだ。だから、へー、そうなんです。ガラスがね、もうそのままむき出しになってるっていうのがね、あるんですよね。ああ、確かに、うん、それ で、ね、あの去年も東京にもですね、大きな台風来たの、ご記憶ありますか？台風19号かな、すごいのが来たんですね、19号で、はい、台風のですね、その伊豆半島に上陸して横浜の方を通って行ったんですけど、うん、そのなんていうの、右側ですね、台風の右側、風が吹き戻しもあって、はい、で千葉が大きな、うん、あの災害になったんですね、瓦が吹っ飛んで。そうでしたね、はい、で、はい、千葉のコンビニも東京のコンビニもなんですけど、今言ったあの、うん、なんですか、ガラス面をですね、守る術がなくて、あ、そっか、いろんなものが吹っ飛んできてガラスが割れたりということがね、あったりとかするんですよね。確かに、うん、まだゴミ箱がね、なんか飛ばされていくニュースとかありましたけど、あれはまだ可愛いぐらいで、あの、まあ、とはいえ結構危険な状況でしたね。足場が崩れたりとかよくありますね、ビルのね、あの塗装の足場がそのまま風で吹き飛ばされたりとかね。そうでしたね、はい、まあ、台風も巨大化してるので、あの、うん、どうぞね、あのもう用心に越したことはないので用心していただければと思いますし。そうですね、まあでもやっぱりそういう時に活躍するのはラジオなんですよね、台風停電があっても。確かに、はい、確かに今回のこの台風の時もギノワンさんずっと台風情報流されてたみたいですね。そうですよね、あの、はい、まあ、我々あの、ね、ラジオ聞く時はあのスマホだったりパソコンで聞いてますけど、あの電池さえあればラジオで聞けるっていうのはですね、やっぱりアナログっちゃアナログかもしれませんけど、非常にあの、はい、ラジオという価値はありますよね。確かに、うん、しかも今携帯で聞けますからね、ラジオって。まああの割と手軽にね、まあ携帯は携帯のですね、あのバッテリーが消耗するっていう問題もあって、まあ、うん、いざあの災害の時とかですね、できれば携帯は使いたくないですね、あの本当に問題ある時に電話したりとかする時のためにですね、うん、あのそうですね、置いとく。だけど、まあ、あのラジオ普通 の、 あのトランジスタラジオですね、まあ、今の IC ラジオもありますけども、うん、あれは電池がですね、あの結構長持ちするもんですから、うん、はい、だからもう災害時はあのやっぱラジオですね、昔ながらのラジオ、まあ、安いですね、あの売ってるものを、いうのを、そうですね、置くのがあのいいんでしょうね、はい、最近だとなんかライト付きのラジオっていうんですかね、その災害グッズの一つとして、うん、結構あちこちでも今家庭でも置いてる人が多くなってきてるみたいです。そうですね、 あの、あとはあの、うん、充電できるやつね、あ、そうそうそう、はい、あったりとかしますし、うん、で最近あの車がですね、電気自動車の車が充電しておいて、うん、今度逆に停電になった場合、電気自動車が、はい、電池という形にして家で使えるとかっていう、うん、逆流ができるわけですね。あ、まあ、そっかそっか、そうですね、だからそういう、まあ、時代になってるかなと思いますね、うん、うん、ですね。私の家もオール電化なので、はい、いざあの停電になったらですね、まあ、非常にあの困るんで、うん、あのカセットコンロとか予備をですね置いといて、まあ、いざ何かあったらそれ使えるようにはしてるんですけど、はい、確かに、うん、オール電化ってそういう弊害が起こりますもんね。そうです、もうお湯も沸かせれないし、もう何もできないですね、うん、お風呂も入れないってなってしまいますね、うん、確かに、はい、なるほど、まあ、しっかりとね皆さんこう対策をしていただいて、うん、週末にとか今後の台風とかの被害にちょっと備えておいていただきたいなって思いますね、はい、はい。さてさて、先週生放送でしたね。はい、2週連続生放送をやったんでしたっけ、まあ、一週飛びでしたけども、ほぼ8月に2回生放送やってますから、うん、あ、そうですね、はい、そうそうそう、感覚としては毎週やってるような感じですけど、うんうん、ね、どうでした秀樹さん、2人の渡辺さんっていう、2人とも渡辺さんっていうゲストをお迎えしてやったんですけど、はい、今回は先週があの、沖縄大学の教授の渡辺先生ですね。そうです、そうです、はい、はい、
まあ、先週ね聞かれてない方もいらっしゃると思うのでちょっとあの補足をしておきますと、もともとセブンイレブンで、セブンイレブンで八華堂ですね、いらっしゃった渡辺先生ですねが今沖縄大学で、教鞭を取っておられるということですね。で、売り場の科学という本をお出しになられて、その売り場の科学の本というテーマでですね、今度セブンイレブンの、沖縄の社長さんと対談をされるというのがですね、まあ、今日の、夕方ですね、夜あったということで、それもね我々もちょっと、まあ聴講させていただいたということなんですけども、それがありましたよ、はい、ということですね。そうですね、はい、いや非常に渡辺先生とってもユニークな方でお話面白かったですよね、すごく、うん、前半がヤスさんがお話をね、進行していただいて、まあ、前半というか全体的に進行していただいて、渡辺孝之さんの、まあ、お話っていうのはやっぱり、まあ、売り場がですね、まあ、科学っていうことで本当にどこにレジ、買い物カゴを置けば売り上げ上がるのかとかですね、本当にそういう科学的に検証されたお話をねかなりされてたというのが印象的ですね。そうですね、やっぱり東洋華堂のご出身っていうのがすごく先生のベースになってるんだなっていうのをすごく私も感じて、なんかどうなのかなって、その売り場の研究をされてるっていう印象だったので硬い方なのかなって私思ったんですけど、まあ、事前の打ち合わせも含めてお話ししてみたらとっても穏やかで、すごく具体的なお話を事例を交えて言ってくださったので、多分売り場に関わってる人はものすごくまずイメージしやすいですし、売り場に関わってなくてもなんかちょっと売り場に興味を持つような、そういうお話がたくさん聞けたなっていう印象があるんですよ。なのでとってもなんか私も盛り上がってしまって、本当はもっともっと今日のその夕方に行われた売り場の科学講座のお話もしたかったんですけど、もう本当に実際に先生の活動ですとか、まあ、大切にされていることみたいなのをですね中心に伺ってたらあっという間に時間が経っちゃいましたね。どのあたりがすごくあれですかね、お話の中でこう、まあ、共感できたり何かこう役立つなって話がありましたか？なんか売り場の動線の話で盛り上がった記憶がすごいあるなと思って、そういうふうに秀樹さんと話してる時だったかもしれないですけど、売り場の動線はですねこういう話なんですね。入り口っていうのは長方形のコンビニとかお店、まあ、スーパーもそうなんですけど、イメージしていったら真ん中に入り口は原則的には作らないんですよね、まあ、構造上作らざるを得ない場合もあるんですけど、何の制約もない建物だとしたら、売り場っていうのは向かってですね、ごめんなさい、入り口は向かって左側にですね作って、そこから入って、反時計回りでこう回っていくような売り場作りをするのが一応、まあ、セオリーっていうかですね、いうあり方をしてますね、はい、うん、逆のパターンがいいんだっていう方いらっしゃる方ももちろんいらっしゃるんですけど、それはセオリーだっていうことを言ってますね、うん、そうですね、はい、なんかスーパーとか入ってみても確かにその反時計回りで動線がなんかうまくこう作られてるなっていう、うんうん、ところいっぱいあるなって今私も思い出しました、うんうん、そうですよね、はい、で、うん、その回り方っていうのがですね、やっぱり買い物カゴを左手に持って右手でですね商品を取るというようなことはですね、うん、やったりとかっていうのが一つのこう、動線の作り方ということですね。あと、入って、まあ、コンビニの場合だと入ってすぐのところにですね、今だと健康食品ですね、はい、ウコンとかそういったようなのが置かれてて、そこから男性化粧品、女性化粧品という流れになっていって、で、うん、ガラス面のところに雑誌があったりとかですね、最近だとイートインスペースを設けたりして、で、はい、突き当たった壁面にドリンクがバーッと並んでるな、そんなイメージですよね。そうですね、うん、あ、そうだ、一個思い出しましたよ。なんか売り場をそうやってこうずっと行くと、
まあ、奥にある商品が例えばお酒とかそういう商品ドリンクの商材が置かれてて、でそのカゴのお話をね確か先生されてたなっていう印象があって、ちょうどみんなが商品を複数抱えて、でそのまま放置しておくともうこれ以上手で抱えきれないからって言ってレジに向かうところ、そういういい場所にカゴを置くっていうことを提案して実践されて成果を出されたっていう話を確かされてたなっていうのを今思い出しました。あのカゴの何でしょうね、こう置き方とか、まあ、仕組みっていうとあれかもしれないんですけど、そういう心理って本当に人のなんかまさにそういう欲望というか、もうそろそろこれ手持てないわぐらいのところにうまくカゴが置かれてるっていうのはまさにその小売業の戦略だなというふうに思いましたね。なんか私もコンビニに携わっててすごくそれは印象に残ったし、あ、これはもうそもそも渡辺先生がそうやって提案をされたことがきっかけで今当たり前のように、まあ、カゴが奥に置かれてたりするんだなっていうことが今なんか思い出されました。あのすごく印象的でしたね。あのスーパーなんかはね、もうさ あらかじめたくさん買うっていうことを印象っていうか、もう もともとそう思っていくので入り口に買い物カゴがあるのが必須なんですけど、コンビニの場合はそう思わずに買うっていうことがありますから、うん、途中で、いろんなものを入れていくっていうことで単価を上がるっていう上げていくっていうことですよね。手に持ってる分が売り上げになってしまうということなので、客単価を上げるということでいくと、買い物カゴを中に入れると。だからバスケット分析とかいう言い方もしますけど、その買い物カゴの中にどれだけ入れてもらえるかということが大事なんでしょうね。そうですね。うん。うん、すごく面白いお話だったなってあれも思いました。うん、で、これからは、あれなんですね、今の時代って必要なものを必要なだけですね、買うという、うん時代ですね。頻度が高くなって、まあ、あれもこれもなんか適当に買っちゃえみたいなことあんまり少なくなってきてて、必要なものを必要な時に必要なだけ買える、もう機能的なお店なのか、またはたまたどちらかというと売り場がいろいろ提案してですね、お客様にこういうのどうですかと、いうことが売り場から提案されるようなもの、これが売り場の価格っていう視点からいくとですね、まあ、どっちを今後コンビニが取っていくのかというのは非常に興味深いなと思いますね。うん、なるほど。リアルな販売体験をもっとこれからも強めていくのか、それともそういうネットとリアルの融合のように新しいその販売の仕方を追求していくのかっていうことですね。つまり欲しいものですね、例えば喉が渇いたから水がとかですね、トイレットペーパーがとか洗剤が切れたからとか歯磨きがとかってあるんですけども、うん、これはもう目的がいいなので、もうアマゾンとかでもボタンを押したらすぐ飛んでくる、翌日が届くっていうものになるわけですね。そうすると、はい、コンビニって間に合わせのものを買いたいということであれば、まあ、近くなんで行くっていうことが、もうそんな不便、もうコンビニに行って買うことすら不便になってきて、家に届くっていうふうになってくるわけですね。うん、確かに。で、どうしても切らしてしまって、今すぐ欲しいっていうのは、もう近くのコンビニまで行くということになるわけですね。なので必要なものをすぐ欲しいというものを用意してくれるっていう場がコンビニからネットに変わりつつあるわけですね。はい、で一方でそのたくさんの中からあるいはこういうライフスタイルがありますよっていう提案もネットも得意としてるんですね。キュレーションしてくれるということ、こういう情報があってですね、こういう使い方がありますよとかで思わずポチッとしてしまうってことは我々もよくあるわけですね。 SNS 見ててとかあれネット見ててですね、あ、こういう提案、こういう売り場の、あ、売り場とか商品があるんだということで買ってしまった経験ってあると思うんですね。本なんか特にそうかもしれませんけど。ああ、そうかも、はい、でそれを売り場の中でどれだけですね、そういうことを提案できるかっていうのが今後課題だと思うんですね、コンビニにとっては。確かに、うん、もうそうじゃないとネットに負けちゃいますもんね。このままリアルばっかりを例えば追求してるとしたら、本当に今言ってた目的外に特化した形でしか売れなくなっちゃうかもしれないってことですよね。だから何か通りすがりで、まあ、間に合わせなんか買ったみたいなですね、ちょっとお腹すい、小腹が空いたからパン買ったとか、タバコを買ったとかですね、
ドリンクを買ったっていうのはあると思うんですけど、まあ、それ以上のものっていうのが、どこまでコンビニが今後作っていけれるかっていうのが、はい、課題ですね。なるほど、はい、そうかそうか。でそんな中でやっぱり売り場が面白いっていうことでいくと、まあ、沖縄のファミリーマートっていうのはすごく売り場が面白くて、品揃えも充実してるし、あ、こういう商品もあるんだとか、地元の商品も売ってたりとかですね、そういう意味では、うん、単価は一番高いんですね。日経新聞の調べでも、コンビニの中のコンビニの地域別のチェーンの中でも圧倒的に高いのが沖縄ファミリーマート、その次が南九州ファミリーマートなんですね。おで我々も行って、まあ、この間もですね、ラジオの中でもお話ししましたけど、沖縄のやっぱりいいファミリーマートは面白いねって話になりましたね。そうでした、うん、そうでした。平均日販って言って、ね、売上がですね、はい、日販っていう言い方するんですけど、1日あたりの売上ですね、これ、チェーン全体で見ればセブンイレブンが高いんですけども、そのセブンイレブンの日販を超えて沖縄のファミリーマートが一番高い、678円です、1人当たり、うん、はい、セブンイレブンが656円と、うん、でその次に、まあ、JR 東日本リテールネットっていったの駅の中に入ってるコンビニですね、はい、あとローソン、ファミリーマートってすぐに続くんですけど、そのファミリーマート その全国のファミリーマートでいくと528円なんですよ、うん、だから150円もファミリーマートって、沖縄ファミリーマートってこう差があるんですよね。なるほどな、うん、まあ売り場にね、沖縄に行ったら私も必ずファミリーマート寄るようにしてるんですけど、うん、すごくなんか洗練されてるっていうか、うん、なんかなんでしょう、まず売り場めちゃめちゃすごい整ってるなってお店結構多いなって印象があって、うんうん、であとはもう一つはさっき本当おっしゃってたように、その沖縄ならではのものが置いてあったりとか、うん、なんか行くだけでちょっと楽しくなるような空間になってるお店が結構多い印象があるんですよ、うん、だからやっぱ接客もすごく力を入れてるっていうことで、もともとそこの沖縄ファミリーマートさんでその接客の指導というかアドバイスをされてた方知り合いでいるんですけど、うん、やっぱりそれも会社としてしっかりと戦略としてやってるんだっていうことをおっしゃってたのが印象的でしたね、うんうん、そうですね、すごく、はい、うん、努力されてるっていう。ちょっと今私先ほど申し上げた数字の単位に間違いありましてごめんなさい、678円みたいな言い方してましたけど、67万8千円ですね。沖縄ファミリーマートは67万8千円で、全国のファミリーマートが52万8千円なんですね、うん、はい。なので1日あたりの売上が沖縄ファミリーマートが平均、沖縄のファミリーマート平均で67万8千円ですよということですね。はい、はい、あと売上の伸び率も沖縄のファミリーマートが一番高いんですね、4% の伸び率なんですけども、全国的に見るともうコンビニはもう 0.2% とか 0.1% とか、まあ、場合によってはマイナスというところなんですけども、うん、伸びてると、はい、で全国のファミリーマートで平均取ると 0.1% なんですけど、沖縄のファミリーマートがまあ 4.1% と伸びてると、まあ、セブンイレブンがね進出してきたにもかかわらず伸ばしてるっていうのはこれは非常に興味深いですよね、はい、そうですね、すごいですね、うん、やっぱりあれなんですかね、その地域に根ざしたなんでしょう考え方とか行動になってってるからなんですかね。そうなんですね。その、まあ、売上の中をですね分解すると、売上っていうのは客数かける客単価っていうことなんで、客単価も伸びてるんですが、なんと来店客数もですね、まあ、わずかではあるんですけど伸ばしてるよね。すごい、ここが非常に興味深いところだなと思いますね。そうですよね、うん、いやさすがって言うとあれですけど、やっぱり昔からその地域に根ざした、うん、コンビニチェーンの一つとして、まあ、ずっと存在し続けてるわけですからね、うん、なかなかすごいなと思いますね。まあ、今どちらかというとね、働く人が減ったり24時間の問題もあったりとかしてですね、省力化していくという流れになってって、売り場作りも簡素化をしてセルフレジを作ってという形になっていく中で、やっぱりしっかり売り場を面白くしていくっていうことですね、やっていくっていう例が今の話だと思います、うん、一方で売上高は減っていくんだけどコストを下げていって利益はもうしっかり取っていこうという考え方、これもまあ正しい考え方、時間をですね、長時間営業をやめるっていうのも今の流れにあるのかなと思いますね。そうですね、昨日でしたっけ今日でしたっけ、
24時間営業の強制に関するコートリーの見解が出てましたけど、もしかしたらそのあたりの営業時間っていうところにも今後変化が大きく起こってくる可能性はあるかもしれないですね。そうですね、まあ、コンビニといえば24時間営業が当たり前ということで、そもそもフランチャイズに、ね、加盟する方も加盟してもらう側もお客さんの方もみんなそういう形だったんですけども、これ24時間を営業するのは強制するということが、まあ、独占禁止法の違反に当たるよということで公正取引委員会がですね、見解を示したということがニュースになってましたね。はい、はい、で、もちろん契約書があってフランチャイズ契約っていう契約があって、経営を取り交わされるんですけども、経営していいよということでやるんですが、まあ、その中にも営業時間 の, ことが、まあ、明記をされてますが、本来は双方合意の上でですね、それを決めていくということなんですけど、一方的にも24時間ということは、これは独占禁止法違反になるよということですね。うん、まあ、はい、24時間営業の強制だけじゃなくてですね、売れ残り品の値引きですよね、これも制限するということも、これ、独占禁止法違反になるということなんで、お店でですね、これちょっともう、廃棄の時間に近づいてきたから、ちょっと半額にしようとか、3割引きにしようみたいなことは、やってもいいと、うん、まあ、やってもいいとか、別に今までもやってたとこもあるかもしれませんけども、普通に見られるようになるかもしれませんね。そうですね。うんうん、まあ、スーパーだとね、当たり前のように閉店間際になると、安くなるってありますけど。そこに人がね、わーって集中してたりしますけどね。もともと24時間営業なので、そういう、まあ、廃棄時間が近づいてきて割引をすると、新しく入ってきてる商品が売れなくなるということもあって、割引はしないでおきましょうねということだったんですよね。はい。で、発注のコントロールをするということだったんですけども、発注をコントロールして、お客様に鮮度の高いものを届けようということが、まあ、一応本部の見解だったんですけど、これ割引もしてもいいよってなると鮮度の高いものは売れなくなったりとかですね、いうこともあるんで、まあ、どこかで線引きは必要なのかなと。あまりやりすぎると安売りの店になってしまって、まあ、利益は取れないということになってくる、まあ、そんなこともあるかもしれませんね。そうですよね、うん、結局仕入れ単価が変わるわけじゃなくて、いわゆる売価、売る値段を変えるっていうことになるので、当然利益は少なくなってってしまうから、まあ今までもなんかこういうその値引きをしなかったとしても、あんまりそういうことを多用すると、その今おっしゃったようにその値引きをする店だっていうことで、その時間にならないと人が動かなくなるなんていう懸念もよく研修で話してたんですけど、まあ、それは本当に今度こそその各お店でいろいろコントロールが必要になってくるなということを感じますね。うん、うん、まあこうやってなんかどんどんそのコンビニが、まあ、これもオーナーさんのアンケートによる、まあ、最終的な見解だとは思うんですけど、どんどん今変わりつつある状況なので、まあ、ここからどんな風にまたその業界が売り場にしてもその仕組みにしても変わっていくのかなっていうのがちょっと注目すべきところかなというふうに思いますね。うん、今まあ、そういった意味ではこういわゆるフランチャイズの本部とかですね、いろいろこう本部が強い仕組みを作ってたんですね。ネットでもそうなんですけど、楽天とかヤフーなどのですね、通販サイトの、まあまあ、ショッピングモールありますね。それも楽天やヤフーがすごく強い立ち位置だったんですけど、ちょっと加盟店さんが、出品者がですね、出店してる会社がちょっと弱い立ち位置だったりとかしたわけなんですよね。その、検索が上位に表示されない問題があったりとかですね、広告をたくさん払わないといけないとか、あるいはまあ、そもそもあまり儲からない仕組みだって言われたりとかですね、して、まあ、安売りをたくさんやってしまって反則費を使って売り上げは上がるんだけども、結局ショッピングモールの方に払ってしまって儲かんないみたいなことがあったりとかいうようなことがあって、まあ、特に何かサポートしてくれるわけでもないみたいな話が、まあ、よくあったりとかしたんですけども、まあ、そういった結構その取引所のトラブルが出てるみたいでですね、こういうのができたみたいです。デジタルプラットフォーム取引透明化法というですね、法律が2021年にまでに整えられるそうなんですよね。へえ。なので、
デジタルマーケットにもう今や出品をせざるを得ないような状況になってて、そこのプラットフォームを持ってるところが強者になってるということになってるんですけど、そうじゃなくて、まあ、対等の立場になるような何か問題があれば、まあ、介入できるよみたいなことの法律が今整備されてるということのようですね。なるほど、うん、まあ、そうやって、まあ、はい、今いいことなのかは、まあ、悪いことなのかというと、まあ、出品者にとってはいいことなのかもしれませんし、まあ、コンビニもですね、先ほどの営業時間の問題、公取とか経済産業省入ったりとかしてますけども、まあ、だん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 、まあ、やっぱり国が、動かないとこうなんですかね、自浄されないようなことがちょっとすごく気になるなと思いますよね。ああ、そっか、うん、もう自分たちの力だけではコントロールができない状況になってきてる可能性があるってことですもんね。国が介入してるってこと、うん、だからこう新聞見てちょっと本当に今こんな状態なのかってびっくりしたのが、コンビニの店主オーナーさんがですね、お休みが月に 1.8 日しかないと、うん、いうような、これ平均ですからね、そんなに状態なんだということですよね。月にですよね、うん、で、まあ、6割以上の、まあ、オーナーさんが、経営がつらいということを、うん、そのアンケートで答えてるということなんで、うん、やっぱりあの、はい、まあ、なんですかね、我々は利用者としては便利だし、コンビニの仕事にも携わってる側とすると、やっぱりまあね、みんなが関わってる人がみんながウィンウィンにならないとですね、まあ、どこかで頭打ちをするんだろうなと。本当にそうですね、うん、うん、なんか、まあ、私たちがその流れを変えられるってわけじゃないんですけど、うん、やっぱりこういうアンケートの結果などを見てもすごくもどかしい気持ちになってしまうわけですよ、うん、でもその一方でやっぱりずっと頑張っていらっしゃるオーナーさんもたくさんいるわけで、なんかそういう方にもっともっと、なんでしょうね、こうプラスになるような政策だったりとか仕組みだったりができていくといいなって私はすごく思います。そうですね、うん、はい、うん、ということで、なかなかコンビニもこれからもしかしたらまたこう大きな変化があるかもしれないですし、まあ、コンビニが変わるとおそらくそのスーパーマーケットとか百貨店とかあらゆるその小売業もいろいろと変わってくるんじゃないかなっていう、こうつ、まあ、追随っていうわけではないですけど、ような気がするので、まあ、ちょっとこれから注目していきたいところですね。はい。はい。ありがとうございます。コンビニ社労士、安さやかのウィークリーコンビニラジオ。宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が。ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り、天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。あなたの広告、街中で大きく宣伝してみませんか。伊佐交差点近くの大型ビジョン、デジタルサイネージなら交通量の多い国道58号線沿いで PR に最適です。毎月1万円から掲載可能。広告内容も幅広く対応しています。お問い合わせは 934-1111 クレド株式会社まで。あなたの大切な方のお見送りを一緒にお手伝いさせていただけませんか。大切な人の最後だからしっかりやりたい、そんな願いを叶えます。電話番号は 892-8688。 安心事前のご相談は葬儀社進化へ。沖縄引っ越しセンター、 0120-49-7755 ムービング沖縄で検索。君の心に溶けて手作りのお味噌をシフォンケーキで優しく包む、聞く味噌加工を醤油めこぼを、味噌屋が作る味噌シフォンケーキ八重瀬の夢こぼを。あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。
苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。コンビニ社労士安さやかのウィークリーコンビニラジオ。今週コンビニ業界は大きなニュースがありました。どんなことかというと、公正取引委員会がですね、コンビニエンスストア本部と加盟店との取引等に関する実態調査の報告書を出したんですね。で、どういう内容かというと、まずこのアンケートというのは大手8チェーンの本部などに聞き取りを行ったほか、全加盟店5万7524店に対してウェブアンケートを実施したんですね。で、そのうち1万2093店、オーナー数でいうと8423名の回答を収集しました。この期間としては今年の1月17日から2月14日まで、回答率が店舗数ベースでいうと 21%、 オーナーの数でいうと 27.1% という値が出ているんですけども、どんな内容について聞き取り調査を行ったかというと、24時間営業をはじめとするこれまでの本部と加盟店とのあり方を見直す動きが生じていること、それから平成23年にも調査をしたんですが、この調査から一定の期間が経過しているということを踏まえて、平成以降3度目の実態調査を行うこととしたということなんです。で、コンビニ市場の現状っていうのは、平成22年から今回のこの調査までに、コンビニエンスストア数というのは約 1.3 倍に増加をしているということでした。ただですね、人口減少という今のこの世の中で、お店の数が増えたことによって、平成22年から29年までに、1店舗あたりの人口が663人減少しているということになります。これはパーセンテージでいうと 22.5% の減ということですね。それからアルバイトの平均時給は5年前と比べてどうなったかというと、819円から926円という平均になっており、5年前と比べて107円上昇しているということが挙げられています。で、また本部の数がどうなっているかというと、もともと平成13年の時は15個本部があったのが、今回の調査までに8本部まで減っているということ、約半減という状態ですね。そして直近10年間でコンビニエンスストアの倒産あるいは休廃業等は約 3.5 倍に拡大しているということです。件数でいうと年間で91件、10年前は91件だったのが、今になると316件の倒産ないし休廃業等が発生しているということでした。オーナーが今何人いるかというと、3万と1107人いるということですね。で、また個人資産額としては 60.8% が債務超過状態または500万円未満だったということです。さらに勤務実態はどうかと言いますと、1週間あたりの平均店頭業務日数が 6.3 日。これ7日中の 6.3 日ということなので、1日休めていないということになりますね。また、年間の平均休暇日数というのは 21.3 日。これは月平均ですと 1.8 日という計算になります。また1週間あたりの平均店頭業務時間に関しては 44.4 時間ということですね。そして年間の平均深夜勤務日数が 84.7 日あるということです。これは月に直すと 7.1 日ということになります。まあこういった事情をですね、踏まえて今の加盟店の印象といいますか、どんな認識を持っているかという
結果としては非常に順調であると答えた方が 2.5%、 順調であると答えた方が 25.7% と、肯定的な回答をした方が 28.2% だったのに対し、否定的な回答をした方が 44.7% いたということになります。どちらとも言えないと回答したのが 27.2%、 あまり順調ではないと答えた方が 28.3%、 全く順調ではないと答えた方が 16.4% となっています。まあ、この状況を踏まえると、非常に今やはりオーナーの実態というのはなかなか休めていない、また資金的にも非常に苦しいというふうに感じている方が多いということがこの調査結果からわかります。さて、非常に注目をされていたのがいわゆる発注の強制というところと24時間営業についての話が、まあ、目玉としてあったわけなんですが、仕入れ数量の強制と、つまり発注に関するもの、これはどういう結果が出たかということなんですが、まず意に反して、これはオーナーのですね、意に反して仕入れている商品の有無として、あると答えた方が 51.1%、それから必要以上の数量を仕入れるよう強要された経験の有無として、あると回答されたオーナーが 47.5%、また本部指導員に無断で発注された経験の有無として、仮発注を含めると 44.6% が経験をしているというふうに回答しています。また意に反して仕入れている理由として、契約を更新しない、解約すると本部から言われたからなどという報告も多数寄せられたそうです。なかなかこれは、まあ、昔からそうですね、ずっと言われていた問題の一つでもあるわけなんですけども、まあ、契約を更新しないとか解約するというふうに、これはある意味脅しのようなことを言われているというふうに回答した方が多いというのが非常にちょっと心配になりますね。それから年中無休24時間営業に関する話として、現在の状況はどうなっているかといいますと、昨年以降、これは2019年以降ですね、本部の姿勢に変化が見られて、24時間営業の加盟店はすでに2000店以上減少しているという状況を踏まえ、まずオーナーが時短営業を希望する背景としては 77.1% のお店が深夜帯は赤字であるというふうに回答しています。また 93.5% の店舗が人手不足を感じている。また 62.7% のオーナーさんが現在の業務時間についてどちらかといえば辛い、ないし非常に辛いと回答しているということにあります。今後の意向としては、引き続き24時間営業を続けたいと回答したのは 33.2% にとどまっており、 66.8% は人手不足などにより一時的に時短営業に切り替えたい、一度実験してみたい、または時短営業に完全に切り替えたいと回答されています。そしてその時短営業に関する本部の態度としては、時短営業に関する本部との交渉状況については、本部が交渉に応じていない、あるいは交渉自体を拒絶しているとの回答も 8.7% 見られたということです。まあ、ここは独占禁止法上の考え方としてこんなふうに書かれています。合意すれば時短営業への移行が認められることになっているにもかかわらず、本部がその地位を利用して協議を一方的に拒絶し、加盟者に正常な商習慣に照らして不当に不利益を与える場合には、優越的地位の乱用に該当しうるというふうに言っているわけなんですよね。なので、時短営業を容認することとした本部においては、社内に周知徹底するとともに、時短営業にかかる協議の要請があった際には、加盟者の立場に配慮した丁寧な対応を行う必要があるというふうに見解を述べています。新型コロナウイルス感染防止のための対応も含めて、24時間営業をめぐるこの事業の環境が大きく変化している昨今において、このことは特に留意すべきものと考えられるというふうに言われています。さてさて、
他にも様々なポイントがあったんですよね。その一つとして見切り販売の制限というのがありました。これは平成21年に排除措置命令が出ていて、その後を調査したものです。これによると 88.0% のオーナーが直近3年間に見切り販売を制限された経験がないと回答しています。一方、デイリー商品の見切り販売を行っている、またはたまに行うことがあると回答したオーナーは 30% であり、 70% のオーナーは見切り販売を行っていないと回答しています。ただし、指導員により見切り販売をしたら契約を更新しない、契約を解除すると言われた、あるいは平成13年、23年の調査に続いて、見切り販売は可能だが、かなり時間のかかる方法のため、ほとんどのお店が行えない状態といったシステムの問題を指摘する報告もあったようです。これについては、時短営業店の増加に伴って、見切り販売のニーズがより高まっていくであろうというふうに考えられていて、これについては問題が生じないように特に留意する必要があるというふうに見解を述べています。その他、ドミナント出店に関する調査もありました。ドミナント出店というのは、前も一度このコンビニラジオでご紹介したことがあるんですけれども、例えばあるお店がそこに立っています。その場合、物流コストなどの、あるいは効率なども考えて、その周りにたくさんの同じチェーンを展開していくというやり方ですね。近所にたくさん同じコンビニがあるなというふうに感じられた経験がある方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。これはドミナント戦略とも言われています。これについてどんなふうにオーナーが述べているかというお話なんですが、オーナーのコンビニ店舗数に関する認識として、一次証券内のコンビニエンスストア数平均4店舗、 67.2% がコンビニが多いと感じる、またはどちらかといえば多いと感じるというふうに回答しています。また最も競合する相手として、他チェーンなどのコンビニ、同一チェーン以外のお店と競合しているという回答が 74.8% あるというふうに言われています。これはコンビニもそうですし、スーパー、ミニスーパーと呼ばれるような業態が今増えてきているという背景も踏まえての数字かなというふうに思われます。やっぱりここも独占禁止法上の考え方というのがありまして、加盟店契約において周辺地域への出店時には本部が配慮すると定めた上で、加盟前の説明において何らかの支援を行うことや、一定の県内には出店しないと約束しているにもかかわらず、本部がその地位を利用してこれを保護にし、一切の支援などを行わなかったり、一方的な出店を行ったりすることにより、加盟者に正常な商習慣に照らして不当に不利益を与える場合には、優越的地位の乱用に該当しうるというふうに見解を述べています。つまり、同じ看板ですとか、あるいはミニスーパーがその近くに出店するとなると、売り上げが一時的ないしずっと減ってしまうという懸念があるわけなんですけど、それが全く同じ看板だとしたら、これはどういうことなんだと。やはり優越的地位の乱用に当たってしまうのではないかというような考え方が出ているようです。こんなふうにちょっと長くお話をしてしまいましたが、公正取引委員会がこれまでの調査の結果を述べたということは、やはり非常にこれは実態に照らされたリアルな数字ということにもなりますし、今後24時間営業ですとか、発注の強制や見切り販売についても様々な変化が出てくるのではないかなというふうに思っていて、これについては私も引き続き着目していきたいなというふうに思っております。以上、公正取引委員会に関するコンビニの実態調査の報告についてお知らせでした。コンビニ社労士安さやかのウィークリーコンビニラジオ。さて、このコンビニラジオもいよいよ終わりの時間が近づいてまいりました。今週もお聞きいただき誠にありがとうございました。本日の放送はいかがだったでしょうか。今日はですね、実はいつもと違う収録方法を試してみました。特に高橋秀樹さんとのお話については、実はですね、全キャスターという最近ポッドキャストをやる方が
よく使っているツールをですね、試しに使ってみたんですよ。今まではズームを使っていたので、なんとなくその音声が機械音的すぎるなという印象があったのと、あとどうしてもズームだとタイムラグが会話の間に発生してしまって、変な間ができてしまうことがあったんですよね。で、それがこの全キャスターを使うことによって、ほぼ隙間なく、まるでそこにいるかのように会話ができたような気がしていて、これはすごくいいなと思いました。まあ、これを使って生配信とかできていくと、本当はもっといいなと思うんですけど、まあ、あくまでも収録ツールということなので、もしかしたらそういう機能があるかもしれないし、今後追加されていくかもしれないので、こちらもどんどん進化していくのではないかなと期待をしております。ですので、ぜひこれからもですね、皆様聞いていただけるととても嬉しく思います。ということで、ウィークリーコンビニラジオ。パーソナリティはコンビニ社労士の安さやかでした。では、また来週お会いしましょう。